a barrier-free map app to provide everyone with reliable mobility. BMAP. The Nippon Foundation outsourced the planning and development of the app to Mirairo Inc. with the aim of providing reliable mobility to people worldwide. BMAP, the barrier-free map app that seeks to change society, has been released to the public.2020年のパラリンピック・オリンピックに向けて日本財団は、誰でもスマートフォンを使って、バリアフリー情報、それもですね、商業施設とか公共施設個々の施設のバリアフリー情報を、自由に投稿そして、閲覧できるソフトを開発いたしました。BMAP の特徴は車椅子のユーザーはもちろんのこと、一般の障害者あるいは障害のない、方々でもですね、使っていただくような、アプリというものを目指しているところにあります。2020年までにデータの件数でですね100万件のデータのエントリーを目指しております。BMAP is available in English and Japanese versions, with plans to add more languages to promote the app worldwide. ということで、やはりダンスは難しいということで。難しいところじゃないよ。日本財団さんとともに BMAP の開発を進めている株式会社ミライロの柿内です。私は生まれつき骨が弱く折れやすい体で、今日まで車椅子で過ごしてきました。障害を価値に変えるバリアバリューという視点からこのプロジェクトに携わっています。社会におけるバリアは大きく分けると3つあります。環境のバリア、意識のバリア、情報のバリアです。今回開発した BMAP は情報のバリアを解消します。 BMAP は障害者や高齢者、ベビーカーを利用する方が求める情報を皆で集め共有する地図アプリです。バリアフリー情報はもちろんビジネスマンの方や学生さんなど多様な方が求める情報を発信します。例えばコンセントやクレジットカードの情報も共有します。コンセントの有無はパソコンやスマートフォンを充電したい人はもちろん電動車椅子ユーザーにも役立ちます。クレジットカードが使えるかどうかは紙幣での決済が難しい視覚障害のある方が求めている情報でもあります。今まで私のような車椅子ユーザーが外出する際は毎回お店に電話をして段差が何段あるのか車椅子で通れる通路があるかを確認していました。 BMAP によって情報のバリアが解消され障害者や高齢者その家族が不安なく買い物へ食事へ行けるようになればと願います。2020年はもちろんさらにその先の未来に向けて全ての人が安心して移動できる社会の実現を目指します。日本だけじゃない世界中のバリアフリーの情報を皆さんと共に集めていけたらと。それは決して一人の力ではできない、みんなでやっていかなければいけないと。学校であったり企業の方であったり自治体の皆さんにもご協力いただけたらと、そんなことを考えています。